今思えばメルボルンに住んでた7、8年間っていうのは本当日本との交流がそれこそあんまりなかったので、あったとしてももう一人二人日本人のお友達と学校に毎日行って、もちろん会話も日本語ですし、それ以外はもうお家に帰ったら全て英語で、全て英語のテレビドラマ番組なりを見て、あと日本の両親とかと電話するのも本当1ヶ月に1回ぐらいだったんですけど、もうシドニーに来てエアラインの仕事を始めてから本当週1ぐらいで、週1、2回の割合で日本に飛んでたりしてたので、もう日本の情報量がすごく多くて、帰ってシドニーに来てから英語の生活をしてないというか、まあ、せっかくツーリズムを学んだし、あと、まあ、日本語と英語を両方使った、言語を使った仕事が以前からしたかったので、であと接客業も好きだったので、で、まあ、あるエアラインがちょうど募集がかかってたので、で、まあ、少しでも日本から来てくれるお客様、もしくはオーストラリアから日本に来られるお客様に私の、語学力でちょっとでも助けになるんであればと思ったので、エアラインにちょっと募集させていただいて、それが声かかったので、そうですね、いろいろなところに食べたので、もう今までで一番というぐらい胸を張って言えるくらい、プライドを持って言えるくらい好きな仕事でした。彼は、日本語も喋れますし、日本の方とも交流が深かったりとか、日本にも6、7回行ったことがありますので、時々日本語で喋ったりもしますし、料理も上手だし、こういろんな国のことに対してこう文化であったりとか言語であったりとか、日本に限らずですけれども、こうそういうの興味があったりとかするので、すごく勉強になりますし、あととても優しい方です。